はい、皆さんこんばんは。ゆっくりです。今回から監督の補佐として入る、マリサだぜ。メタ的に監督とは別に実況できる子を増やしたかったというのが追加の原因です。編集量は単純に倍になるんだぜ。てか、お前前回の動画でもう試合描写は出さないみたいなこと言ってなかったか。今回の練習試合と、大会はダイジェストで見せていくよ。さすがに毎年試合描写なしで入学式だけ見せるのはなんか違うしね。まあいいんだぜ、実況の方は任しとけ、バリバリ。やめて。今回は練習試合のためエースではなく、神宮寺さんを使っていくよ。野手の入れ替えもしようと思ったんだけど、相手が強いので今回はやめておきます。そして、ここでちょっと停止。これは前回のサムネで使った春大会の千葉校のデータなんだが、ここのセカンドとサードの欄を見てほしいんだぜ。そしてこれが新入生。セカンドとサードの控えはしっかりと確保できてるんだが、そしてこれが練習試合のオーダー。唯一セカンドの控えになる、NG 川がベンチ外に追いやられてるんだぜ。ちなみにこの後3回戦にはその問題点が解消されたんだが、結果的に NG 川は使えるやつになってますので、問題ないことにはなってるのか。対戦相手は、青森の深浦電工。一応名門だぜ。注目選手は鎌本。ワンストライクツーボールに追い込まれた時、監督がやっと敵能力を確認するんだぜ。これ。相手が強すぎる気がする。栄冠の防御率はステータスで選ばれるんだけど、相手捕手もキャッチャー特能ある仕方もいい。これはガチの名門バッテリーだな。練習試合だからって、舐めすぎてたな。ちなみに監督はショートの化け物にまだ気がついてないぜ。キモいキモい。欠点があるのは投手だが、エースの溝口を下ろせるかどうかだな。あ、なんかいるやん、あのショフト何。第2打席の鎌本はカット、記録はツーベース。さて、2点をすでに取られた、4回裏。千葉校にチャンスが訪れる。板橋がレフトライナーに倒れ。木田がショートフライ。いやいや、あれはよく顔の似た、別人だって。現実逃避はやめるんだぜ。ああ、これは、ショート方向に打たせられないな。でも、転生は、NPC の高校では買い殺される傾向があるからな。確かに、今のやつも、転生の初期能力をお任せで育てましたって感じのパラメーターだったしな。ノーパワー辻元が左中間を抜くヒットを放ち、その間にランナーが全員帰って、同点に追いつく。ここは代打行きます。4回まで信頼度もないのにありがとう。代打はアラブルシス・ウィッシャー。この試合を決める貴重な代打になるが、プレッシャーをかけすぎじゃないか。いいのいいの、これで使える使えないの判断を出すから。期待に応え、スウィッシャーはヒットを放つ。その間に俊足辻元はホームを狙い。2打席連続のツーベースで、2点ビハインドから1点差になったんだぜ。しかし、先輩西澤がチャンスをつなげず凡退。西澤くん、3割切ったから、レギュラー落ち。覚悟しといてね。替えの選手がいないから確定レギュラーなんだよな。しかし、2番手佐々木があっさりと点を取られ、水車の勝利打点が消えてしまう。まあまあ、佐々木は守るときに守れるいい子だから、問題はないよな。できるやつには甘い、この監督である。もっかい代打。ワンチャン、ワンチャン。水車と違って、代打も持ってるしな。期待度的には水車より高いよな。はい、ゴミ。あれこれ、守備って変える必要あるのか。あれあれ、なんで私はクリスをベンチに入れてるんだ。代打で出した？そこまではいい。それは覚えてる。だからこのままって、あれ？クリスは遊撃手だよな？ならなんで私は代打に彼を選んだんだ。なんだ何がしたかったんだ私は。ここで、監督、中の人、が混乱しているのは簡単にわかるんだぜ。しかし、うちのチームで専属でサードが守れるのはもともといた木田と、ベンチ外の小屋野の2人だけ。そして、監督は思った。
別に練習試合だからラスト1イニングだし、誰でもいいや。と。そして、試合は進み、気がついた時には、千葉校は試合に敗れていた。